こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第272回お届けします。石原先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回5回にわたってお届けしてきたこのフォレストコーポレーションさんでの公開収録、はい、今回最後ですけども、そうですね。どうですか、こういうスタイル意外と今までないですけど面白いね。距離も近いし、ちょっと真剣に答えちゃった。そうですね、はい、ぜひぜひやっていきたいですね。でもなんかこのシチュエーション面白いかな。なんかこっちも鍛えられますし、なんか違う意味でのライブ感がありますね。そうですね、はいはい、ということで今回こんな質問いただいてます。日本を飛び出されて仕事をするようになって、仕事のスタンスややり方、考え方など変えたことはありますか？今後の野望、目標があれば教えてください、ということで。すごくこれまで何回かの実務寄りな質問だったんですけど確かに明るい楽しい質問ですね。はい、早川君どうですか、これ僕ですかね、まず。はい、飛行機大嫌い、乗るのも嫌だっていう話をよく聞いてますけど、はい、でもまさにこの番組内ではさっき言ったと思うんですけど、そう、飛行機大嫌いが大好きになったので、実はもちろん仕事で当然いろんな国行くんですけど、その前後の飛行機でもうアイデアがたくさん出てくるので、もうそこで1ヶ月の8割分ぐらいの結果を出せる感じなので、なんかすごいワクワクする。ちょっと抽象的ですけど、つまりそこで出たアイデアですごい黄金の価値があるみたいな。だからちょっと海外と直接関係ないかもしれないけど、そう言われてみるとさ、日本にいる早川君と海外にいる早川君、別の人っぽいよね。よく言われますね。シュンとしてるわけじゃないんですけどね、日本だとキャピキャピしてるんですよ。ただね、調子がいいんですよ、海外に行った方が。アクティブだよね。はい、昔海外に行くとギャグじゃなくてよく入院してたんですけど、体調崩してなんで、はい、いやよく分かんないですけど、環境の変化に弱かったんで。あ、そう。今は日本に帰ってくると具合悪いみたいなへ、はい、まあそれは置いといてですけど、まああとはシンプルに、まあ、文字通りそのフィールドがビジネスも含めて世界に広がったので、今まではその日本で何をするかだったんですけど、今はその大げさじゃなくて、その世界の中の今日本にたまたまいるけど、じゃあ、例えばスペインがあるしどこがあるしっていう、なんかビジネス含めてフィールド全体がなんか世界になったし、普段情報をアンテナ張る時も全てがその全世界というか全角度、今までは日本のここだけだったのが、なんかすごい3次元4次元5次元になった自分のアンテナの網がっていうところが一番大きいですかね。そうだね、はい、僕もポッドキャストのリスナーの人たちから、はい、石原先生は海外絶対行かないって言ってたじゃないですかって言って、はい、このフォレストさんにもですね、はい、先生海外行かないか、行かないって、なんであんな遠いとこ行かないみたいな感じでずっと言ってたのが、はい、突然行ったんで裏切り者って言われたことあるんですけど、海外はね行こうとあんま思ってなかったね。ね、おっしゃってますよね。そうそう。しかもつい最近までですよね。そう。で、それがまあ1年半ぐらい前かな。うん。これは海外に行くぞって決めて、はい、毎月とにかく行くって決めて、はい、月1回行くスケジュール作ったんでね、うん、それもともと行きたくなかったのになんで変わったんですかね。ノリかな。ノリっていうか、なんかそんな感じがしたんだよね。今までもそういうことってあったんですか？僕は大嫌い、これ食べないみたいなものがいきなり好きになるっていう、あんまりイメージないんですけど。食べ物はそうはなんないんだけど、仕事的に行った時に感覚的に今このタイミングでこれやった方が明らかにいいなっていうような感覚がある時はない、ありますね。でその時に普通の人はさ、海外に行く時に何らかの理由があって海外行くでしょ。そうですね。僕は無目的に行くからねで行って考えるっていうか、行ってからですよね。そう、行ってそこで起きる変化を拾って何かし始めるっていうのが僕割と多くて、でそういう意味では仕事の仕方が普通の人とはちょっと違うかもしれない。必要とか何かがあるからやるんじゃなくて、これやった方が多分将来的にこんなことが起きるんじゃないのっていうような発想が多いね。でもそういうことは今回海外の話今出ましたけども、それ以外も過去もそういうふうに少しずつ変わってきてる。だから最初さ、数回はさ無目的で行くからさ、何していいか分かんないしさでその時決めたのはツアーとかで行ってもしょうもないっていうことだよね。いわゆるパッケージツアーみたいなね、だからそのせっかく海外行っても海外の体験が全くできない安全な旅行っていうのがツアー旅行で、はい、日本人が発明したんだもんね、ツアーってね、だから海外怖いじゃない。だから安全に行って帰ってこれますよって言ってパッケージにして、あれは商品だもんね。そうですね。すごい発明品だよね、だって行く前にお金集めちゃうんだからね。そうですね、で行かなかったらキャンセルですねとか言いながら、だから前日とかでもう全額ね、思考によって、そうそうそう。でそれで何か起きたかって言ったら海外旅行が安全に行くんで、トラベルがトラベルじゃなくなったっていうね、うんうん、トラブルね、そうトラベルの語源でトラブルだからね。だから可愛い子には旅をさせるってあるでしょ。可愛い子にはなんで旅させるといいかっていうと、うん、旅行ったら全部自分で決めなきゃいけないから、ご飯何食べようかなから、うん、であの人に話しかけようかなとか、この電車乗る前か乗るのやめようかとかって、はい、全部が自分で決めなきゃいけないってところとりあえず行っちゃうと、うん、だいたい事故起きるからね、うん、行くたんびに何か起きるもんね。それがない、これがないとかね、確かに行ったら建物なかったとかね、いろいろあるわけで、そこでどうしましょうみたいなことをトライアンドエラーを自分で決められるようになって帰ってくるから、うん、サバイバルに強くなってくるっていうのはそもそもさ、うん、旅行だったわけだから、うん、そうですね、そっち側でないと意味がないなっていうふうに感じにして、うん、とにかく行くと、うん、で行ってるうちになんか引っかかりが起きてくるから、うん、これは面白いなって話になって、ね、海外は普通になりましたね、うんはい、仕事のスタイルっていう意味では石原先生、なんか具体的に変わったことあるんですか？この特に海外行くようになってから。海外行くようになってから思考の幅が、まあ、当たり前だけどものすごく広くなったよね。それから国内と海外の区別はなくなったね。やっぱそうですよね。全然ボーダーがないですよね、うん、だから明日どこ行こうって言ったら明日入っていける感じっていうんですか、うんうん、あと最高面白いのは行くたんびに荷物が減っていくっていうね。そうですね、機内持ち込みに命かけてますしね僕ら。2人で何やってるかって言ったら、行ったらその時間を最大にこう活用したいので、うん、よくよく考えるとでもね、荷物ものすごく持ってって出てくるの待ってるぐらい苦痛なことないもんね、うん、そうですね、ね預けて、しかも今なくなる可能性もありますしね、リスクあるしね着いたらそのまま歩いていけるから、はい、もうちょっと経つと荷物持たずにそのまま入国できる、うん、そうですね、うん、そういう意味でなんかその旅というか海外に行くことってやっぱり何か表面的なことかもしれないですけど、荷物を減らすとか、うん、なんか思考を整理したり何か捨てることとちょっと重なる部分があって、どれだけ軽くいくかっていうのは何か頭もすっきりしていかなきゃいけないみたいな、すごく気づきがあるんですけど、うん、あとはやっぱりその国その国に行くと、うん、恐ろしく人の思考が違うので、そうですね、笑うしかないっていうのがあるね。別ですよね、うん、同じ人間とは思えないというとちょっと語弊ありますけど、そうそうそう、僕も相当許容範囲が広いので、うん、行った瞬間にふわこういうふうに生きてるのかみたいな感じで捉えられて、はい、うん、それがだからそのグローバルにつながっていったけど、ね、まあ世界中まで行ったことないからあっちこっちに行くと発見とかがあるんでしょうね、うん、でもね、うん、先生も許容広いって言ってもさすがにこの間スペインで公園で収録した時、うん、おじいちゃんがいきなりキスしてきた時はかなり動揺してましたけどね男の人はダメなんだなっていうのは本当に思うんですかね、はい、そうやめてくれっつって温厚なんだけど、うん、3メーターぐらい僕が飛ぶか相手の人を突き倒すかっていう感じぐらいに思いましたね。まあ、文化の違いですよね。そうですね。まあ、僕らはね今そういう感じで毎月のように海外行かせてもらってますけども、うん、ここにいらっしゃるフォレストコーポレーションさんの、若い社員の方々もそうだし、リスナーの方も直接、うん、今そんなに海外、うん、まあ、時間的にも仕事的にもってこともあったりとか、うん、いや特にみたいな方に対してあえて先生が何か、まあ、行けっていうことじゃないかもしれないですけど、そのアドバイスってするとどんなことがありますか？いや意味不明に言った方がいいんじゃない？さっきの話ですね。そう、うん、でこれは何でかっていうと、体験したことがないよりも体験したことの方が圧倒的に価値があるっていうこととか分かるから、うん、はい、だからその思考が早くなるんじゃないかな。ビジネス上の思考が早くなるっていうか、これをしようとかあれをしようっていうことを考えることって、うん、実はあんまり価値がなくて。というのはで考えるよりもやった方が結果が早く来るじゃない、うん、でそこからまたそのアレンジする速度も速いでしょ、はい、それからまあ、人間で体があるのはさ、体験するために体があるので、はい、思ったらやってみて、うん、そこでいろんなものを得た方が早いっていうのを、はい、うん、それこそ意味なく海外に行っても体験してしまうでしょ、うん、そうですね、国内だとその迫力って意外に少ないと思うけど、うんうん、まあ、昔僕がコンサルした会社でさ、すっごい面白い会社で、そこって入社して3年ぐらいになるととにかく一人で海外行かしちゃうのね。まさにとにかくなんですね。そうそう、それがまあ、これ材木系の輸入をしてて世界中からまあもう木を持ってきてるような、はい、これ埼玉県の会社だったけど、はい、何がすごいかって寝てる細胞が全部起きて帰ってくるね。なるほど。だって飛行機乗って乗った時点から恐怖だもんね、うん、うわ飛んじゃったみたいな感じじゃん。で入国審査どうやってやるんでしょうかだけどいきなり北欧かなんかに人行かしちゃうから、うん、人間って60億個くらい細胞あるんでしょ、はい、普段寝てるもんね。90何%で寝てるって、ね、そうそう、それが全部がこう起きるって分かる、うん、わかります。この間ちょっと面白い話があって、僕の顧問先でやたら野宿する人がいるのよやたら野宿する人。でも野宿の規定っていうのがあって、はい、テントダメなんだって。野宿なのに。そう、はい、テントは野宿じゃないんだよ、はい、だって紙一枚がどれぐらい恐怖をなくしてくれるかとか、あと電気とか絶対つけちゃダメなんて。じゃあ普通に外で本当にそう、まあそうですね、もうお手軽にできる宮本武蔵体験って言っていやこれがね、漆黒ってあるじゃん、漆黒、はいはいはい、暗い、本当に暗い、うん、山の中ね、ちょっと想像してね、はい、ガサッて音がした時どうなる？いやもう震えますよね。全身に鳥肌が立つくらい、はい、脳から細胞に刺激が来るんだって。多分僕らの想像をはるかに超えますよね。はるかに超えるサバイバル体験、うん。あんまりなんだっけ、クマがいるとかダメらしい、はい、でそれは全部リサーチして、うん、鹿だったらこうするとかね、はい、イノシシだったらこうするっていうのが一応サバイバル体験であるらしいんだけど、でもそれが海外に行っちゃうと一晩だけじゃなくて、はい、ずっと来るんで、うん、一人であちこち行く人もいるけど、うん、はい、ビジネスマンになってからそういう体験ってあんまないんで。そうですね、意外とできないですね。そうそうそう。でその会社面白くてね、仲の悪い2人化するんだよ、うん、1人は営業できるでも実務経験ない人がね、はい、でももう一人は実務経験があって、まあ、仕入れに行くんだけど、はい、英語全然喋れないでしょ、2人が行くとね、相手がこいつしかいないって感じで、うん、最初全然ダメなんだけど帰りには肩組んで帰ってくるって。すごいですよね、うん、ソウルメイトみたいな、ね、そうそう。だから変な研修するよりは、うん、いや本当他した方がいいよっていう会社があって、だから個人でもその会社でも目先で行くと海外ってなんか手間もかかるし、うん、お金もかかるしみたいな感じですけど、うん、費用対効果高いですよね、めちゃめちゃ。でその時は鉄則で早川君もやってるけど全部の予約を自分でするね。そうですね、飛行機も、ホテルも食べるとこも全部決めていくっていう、はい、それがよくて、それでないと行っても意味がないね。そうですね、うん、これ本当そう、サバイバルと、まあ、いろんな総合的に力つきますよね、うん。僕なんかね、まあ、先生にも怒られてますけど、例えばグローバル行くときにその辺のも含めて自分だけじゃなくて先生のある意味アテンド完全できてるか分かんないですけど、プラス取材で例えばその国の領事館とかに大使館電話して取材したりとか、面白いですよね、うんうん、そうだよね。だからこれおすすめだと思うよ、はい、うん、やっぱりサバイバル力でも楽しいですね、とにかく、うんうん、はい、ということで意味不明に海外行けということで、はい、はい、今回5回にわたってお届けしてきましたこのフォレストコーポレーションさんでの公開収録ですが、改めて先生どうですか？こういうなかなか楽しかったんで企業を募集します、はいはい、また新しいアイデアが湧きましたけども、はいはい、決まったらすぐスタートするんです、はいはい、ということでお呼びいただければと思います、はい、ということで石原家の経営のヒントプラス、今日は第272回、そしてこの5回フォレストコーポレーションさんにお邪魔して公開収録を行いました。どうもありがとうございました、はい。いつも経営のヒントプラスをお聞きいただいてありがとうございます。今日はですね、お知らせがあります。石原家の経営のヒントプラスの、これは何と言ったらいいんですかね、兄弟バージョン、プレミアムバージョン、むしろ。はい、石原明経営のヒントプレミアムのご紹介です。すでにご存知の方も多いと思いますが、改めて石原さんにこの石原明経営のヒントプレミアムについていろいろちょっとお話を簡単に伺いたいと思うんですけど、そもそもこの、まあ、コンセプトとか。これ、ほら、経営のヒントの方が Q&A なんですよね。だから、まあ、いろんな形で質問していただいたことで、これ面白いなっていうことで、まあ、聞いてくれてる方全体にもね、価値があるなとか、あるいはコンテンツとして発信しとくことで、時間を過ぎてもね、まあ、3年後でも5年後でも10年後でも価値があるみたいな感じで、答えたいなってことをピックアップして答えてるんだけど、ただ、僕が言いたいことっていうのを、ね、しかも、リスナーの方たちにとって、実はこういうことを本当に知っておいたら価値がありますよ、みたいなことを、逆に喋る機会がないなと。質問だから。Q&A じゃ限界ありますよね。そう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 。で、まあそれをその早川君とも相談しながら、じゃあちょっとまあアップグレード版として、うん、しかも言いたい内容をもうしっかり伝わるぐらいっていうことで、まあメインコンテンツが40分だもんね。うん、で、まあそういう意味では、これを喋りたいですみたいなことを配信し始めて、うん、もうこれが何回ぐらいだっけ？もう30回以上やってますね。ですよね。だからコンサルタントとして最近非常に面白いなと思ってる、うん、僕のコンサルタントの目で見た企業とか、うん、あるいはその個人でも面白い取り組みとか、これってマーケットに訴求するよねみたいなね、うん、ことを話すのが注目の企業とビジネスモデルですね、うん。あとやっぱり本はすごくいいものがあるじゃないですか。うん、なんでおすすめもんっていうのを、うん、僕なりにこの本はなんでおすすめなのみたいな。うん、過去に絶版になってしまった本を紹介して、うん、絶版マーケットですっげえ金額になっちゃったと思いましたけど、 そうですね、はい、そんなのも含めて、うん、最近ってね、実は本ってみんなネットで買っちゃうんですよ。でネットで買うのはいいんだけど、知ってる本を買うわけですね。だから知識の深掘りはできるかもしれないけど、やっぱり本はどっちかっていうとさ、書店で買ったりしよね、うん、わーっと見渡しながら本が自分を読んでるみたいな感じで、違う分野とか全く読まない領域のことにもちょっと刺激してあげたいなみたいなことも含めて、おすすめ本っていうのをそういう観点で出してるんでね、そうですね。なのでこの経営のヒントプレミアムはメインコンテンツ、まあ、石原先生がしっかりね、40分話す。そうそう。まあ、つまり、どこにいても聞ける、その音声の、まあ、セミナーというか講演、深い話を聞けるっていう感じですね。だからまあ、タイトルがバーってあるので、お試しどっか一個聞いてもらうと、事の重大さとかさ、深さがわかると思うので、気に入っていただいたらいろんなコーナー聞いてもらったらありがたいですね。はい。はい。この石原明経営のヒントプレミアム、毎月1回27日に発売します。過去に配信した回もすべて単品でも購入いただけます。で、これから配信する分についてはですね、定期購読とかその年間定期購読っていうのもあるので、その方が倍速音声もついたり、あとね、いちいち毎回買わなくてもいいので、そうですね。はい。特に12ヶ月の年間定期購読は、先生の勉強会の招待券もプレゼント。あ、そうなんだよね。はい、リアルでやってる勉強会が東京、名古屋、大阪であって、それなんかの招待もね、されるんだよね。はい、なので、そういう特典もつきますので、ご興味のある方は、ウェブサイト石原明.com から、ポッドキャスト、経営のヒントのバナーに進んでいただくと、ポッドキャストの各サービスがあるので、そこからプレミアムのページに進んでください。もしくは、経営のヒントプレミアムと検索していただいてもページに行けますので、そこからチェックしてみてください。